はい、それではですね、皆様、JFT 日本語教師オンラインセミナー、オンライン講演会にご参加くださいまして、ありがとうございます。ただいまですね、録画を開始いたしました。はい。まず最初にですね、それではチェックインとして、チャットボックスにですね、一言ずつ、ビデオをご覧になったかどうかをご記入いただければ助かります。事前にですね、メールで、田中さんの、ご活動に関する1時間ぐらいの、テレビコーチですね。テレビコーチのビデオを、お送りしてあるんですが、まあ、もしかしたら届いてないとか、あるいは忙しかったとか、そういうことで、ご覧になれなかった方もいらっしゃるかもしれません。ご覧になったことは、泣きながら見ました。素晴らしい。はい。いや僕もすごい感動しました。あれはね、もう、はい。はい。ありがとうございます。はい。なおですね、この、チャットボックスは、今僕が見なければ、すいません。間違った。僕がつけなければ、要は消しました。はい。僕が、チャットボックスを開いていなければ、録画されないので、あれ？いや、すいません。録画されちゃいますね。今まではされなかったんですけど、今、自動的にポップアップするようになっちゃってて、それで書いたことが、すいません。今、画面に出ているので、個人的な情報は書かないで、ください。すみません、録画されてしまいます。はい。ですね、はい。それではですね、皆さんがチャットボックスに書き込んでくださっている間に、本日のご予定をまずちょっとご紹介したいんですが、最初に今、これを含む簡単な、お知らせをしまして、その後20分程度ですね、私の方からゲスト講師の田中さんに、インタビューを行います。でその後20分程度、4人ぐらいのグループに分かれて、感想、あるいは質問などをシェアしていただきます。はい、でその後ですね、また今のようにここで全員で、集まって、質疑応答、みんなでの質疑応答を、してみたいと思います。はい。で、このオンライン会議室はですね、今皆さんが書いていただいているチャットボックスございますので、感想などは自由に書き込んでくださって構いません。もうそれはいつでも書いてくださって結構です。はい。それではですね、インタビューの前に簡単に本日のゲスト講師をご紹介します。本日のゲスト講師は今、画面に映ってらっしゃるのが皆さんご覧になると思います。はい、今手を振ってらっしゃいますが、はい。高知県公認の、よさこいアンバサダーであり、日本語教師でもある田中恵美子さんですね。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、田中さんのご出身は愛知県の名古屋市だそうで、カナダには2007年から移住されていて、今ではカナダのすみません、トロント市で日本語学校を経営していらっしゃいます。でこれまで、日本、ポーランド、カナダで日本語教育のご経験があり、日本語教師歴は13年になるとのことですね。でよさこいに関しましては2007年から始められて、現在では世界中の踊り子を集めた絆国際チーム、それからポーランドの桜舞ポーランド、カナダの、カナダよさこい連、これで奏でると楓、2つ合わせて楓です。はい、そうです。わかりました。はい。奏でる、演奏するの層に、木偏に風の楓で合わせて楓という、よさこい連の代表をしていらっしゃるということですね。はい。ではですね、これからインタビューに入りたいと思いますが、今ですね、画面をシェアして、インタビューのリストを皆さんに、はい。お見せしますね。はい。で、はい。今見えているかと思います。で、ですね、ちょっとまず時間の方を厳守したいので、20分をめどに、途中で終わってしまうかもしれません。あるいは皆さんからチャットボックスで質問が来たら、そちらの質問を優先したいと思います。はい。ということで、じゃあすみません。田中さんどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい。で、多分ですね、まだ、よさこいって踊ったことがない人がほとんどだと思うので、まあ僕も実は踊ったことなくてですね、はい。それで、踊り方は例えば、東京音頭みたいに、決まった踊り方はないんですか？動画を見るとちょっとないように見えるんですけど。昭和29年に高知県の、まあ、経済の復興というか町を盛り上げるためによさこい祭りが始まりまして、で、その時に、成長よさこい鳴子踊りという、よさこいの基礎になる踊りが作られたんですね。で、今でもその中の振りを使っていることは多いんですけども、基本的なルールとしては、鳴子を持ってつこと、あとは、よさこい節という民謡を曲の中に取り入れること、あとは前進をパレードのような流しというんですけど、前に進む踊りになってますので、前に進むっていうその3つのルールがありまして、はい、決まった踊りっていうのはないんですけども、その成長よさこい鳴子踊りっていうのが基礎になってます。なるほど。じゃあ例えば先生がこれがよさこいですよって教えようと思ったら、それを成長よさこいを教えればいいってことですね。はい、なんか踊りとしても割とお子様からなんかお年寄りの方までどなたでも踊れる踊りなので、あと繰り返しが多い踊りっていうこともあって、成長よさこいを教えることが多いですね。なるほど、ありがとうございます。はい。でテレビコーチのその動画の中で、12カ国63人ってすごいなって思ったんですけど、その中で日本語を勉強している方っていうのは少なくとも何人かいらっしゃいますよね。動画で日本語を話している人いました。そうですね。63人のうち、大体ですね、日本人の方が15名ぐらい日本から参加されまして、で20名ぐらいの方が、私のような日本国籍だけれども海外に住んでいる方、で残りの20名が外国の国籍で、海外に住んでいる方が参加されまして、で大体その20名のうちで15名ぐらいの方は日本語を勉強されたご経験があって、はい。はい、ありがとうございます。20名ぐらいのうちの15名ってことは、じゃあもうみんな、そうですね。じゃあ日本語がもう共通語っていう感じでいいわけですね。そうですね。ただ、チームをやっていく中では英語と日本語を使ってまして、はい、みんなで通訳しながら助け合いながらやってます。わかりました。ありがとうございます。じゃあ逆に言うと英語がわからない人はいなかった。その日本人じゃない人の中で英語がわからない人はいなかったっていう感じですか。そうですね。みんななんとか英語は大丈夫なんですけど、どちらかというと日本人の方が英語がわからないことが多いので、はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ日本語と英語がその共通語っていうことですね。そうですね。はい。はい、ですごくですね、僕これ確かに海外にいる人がこれに参加したらすごいインパクトがあるだろうなと思ったんですけど、そのコーチの方の中で、その一緒のチームの中で、そういう何らかの変化っていうのはあったでしょうか。そうですね。やっぱり高知県の方にとってよさこい祭りっていうのは生まれた時からある当たり前のものだと思うんですね。で、その中で私たちのような海外から踊り子が集まったことで、やっぱりその地元の方におっしゃっていただいたのは、自分たちの祭りがこれだけ海外に広がってるっていうことを知れてよかったっていうことと、やっぱりその地元のお祭り、地元のやり方っていう中がある中で、私たち、海外からどうにか参加しようと思って高知まで行ったんですけども、それでお互い協力する中で、やっぱり世界に自分たちのふるさとのお祭りが広がっていることに感動したとか、あともっと世界に広めてほしいとか、いろんなことをやっぱりいいお言葉をいただくことが多かったですね。ありがとうございます。はい、そうですよね。地元のもう本人にとってはもう本当に生まれた時から身近にあるものなわけですよね、皆さんね。はい、ありがとうございます。はい、で、今度5番なんですけど、桜舞ポーランド国際チームがビデオではフォーカスしたんですけど、その他はみんな日本の国内のチームだったんですかね。それとも国際チームありますか。2018年は海外から参加した国際チームは私たちだけだったんですけども、2017年にヨーロッパから参加した陸力共振というヨーロッパの踊り子で結成されたチームが参加されまして、でそれまではですね、高知の地元のチームで外国人の方を集めた国際交流隊っていうチームはあったんですけども、海外から参加っていうのは2017年が初めてだと思います。なるほど。ちなみにそのヨーロッパっていうのはやっぱポーランドとかなんですか。ポーランドメンバーも参加してましたし、本当にどうなんですかね、6、7カ国ですかね、イギリスだったり、フランスだったり、スウェーデンだったり、はい、みんなで集まって出てました。はい。ありがとうございます。はい。そのメンバーがですね、やっぱり12カ国もあると、集めるのが結構大変じゃないかなと思ったんですけど、それはやっぱソーシャルメディアとかそういうのをご利用になったんですか。そうですね。やっぱりFacebook で広げたりとか、私自身がポーランドにチームを持ってますので、ポーランドの子たちと直接話して、そこから広めたりとか、でもやっぱりそのソーシャルメディアの力はやっぱり大きくて、Twitter、Instagram、Facebook からいろんなことを知ってくださった方、あとはテレビとか雑誌にとかで取り上げていただいたこともあったので、そこから応募される日本人の方も多かったです。なるほど。テレビっていうのは国内だけじゃなくて海外でもテレビ。そうですね、お祭りに参加する前は、はい、日本のテレビですね、コーチの方が取り上げてくださったりとか、あと新聞に確か記事が載って、そこから応募があったりとかもしました。なるほど。はい、あとは高知県内で、踊り子を募集する掲示板というのがあるんですけども、そこを見て参加された高知県の方もいらっしゃいました。なるほど。はい、なんかハンガリーはもう実際にハンガリーまで行ってセミナーとかしてらっしゃいましたよね。そうですね。2016年からよさこいマイスターという、よさこいチームがない国に行ってよさこいチームを立ち上げるっていう活動を高知県からさせていただいてるんですけども、その一環として、鳴子を寄付していただいて、で、ハンガリーのブダペスト市に約3週間滞在しまして、で、現地の小学校、中学校、高校、大学を回って、よさこいのワークショップをしながら、新しいチームを立ち上げるっていう活動を、いたしました。なるほど。じゃあそれは例えば高知県のマイスターのご予算でできたっていう感じですか？その時はですね、マイスターがまだ出来上がったばっかりで、予算を出してくださったのはハンガリーのブダペストで、事業をされている日本人の本当にビジネスマンの方だったんですけども、それはすごい。予算をいただいて、で高知県に相談させていただいたら、鳴子とか、あとはDVD とかを寄付してくださって、それを使って、あと現地の日本語教師の皆さんにもすごくお世話になって、いろいろ学校を回りました。ブダペストで働いてた方っていうのはやっぱりじゃあ高知県でよさこいを踊ってらしたような方なんですか？全く関係ない方なんですけども、私の活動を Facebook とかで見てずっと応援してくださっていて、でブダペストでいろんな事業をされてるので、ぜひ日本の文化を広めてほしいということで、資金を出しています。なるほど。じゃあやっぱりソーシャルメディアでの情報発信が大事ってことですね。そこから。そうですね。ありがとうございます。次の7番なんですが、じゃあ一般の方がですね、例えば今回マレーシアとかカナダとかいろんな国から高知にいらしてたみたいなんですけど、その皆さんは多分自腹でいらっしゃってるんじゃないかなと僕は思っているんですけど、それはどのぐらいかかるもんなんですか？参加費がまずチームごとにかかるんですけども、チームによってだいたいよさこい祭り200チームぐらい参加するんですが、本当にチームによって参加費がバラバラでして、で、一番お金がかかるのが地方車という、パレードの演舞の時にトラックが先導してそこから音楽を流すんですね。で、それを作るのがだいたい150万円から200万円ぐらいかかりまして、で、そのお金っていうのは私たちは本当にいろんな方からの寄付、クラウドファンディングっていう、一般の方から寄付を募る、させていただいたところ、去年が、そうですね、80万円ぐらいで、今年は160万円ぐらい集まったんですけども、そこから地方車を作る代金は出させていただいて、ただ衣装だったりとかサポート代というかスタッフのサポートだったりとか、もう本当にお金がかかるものでして、だいたい参加費が、去年は38,500円で、でそこから旅費や滞在費は自分たちで出すっていう形です。なるほど。わかりました。そうか。ちなみにクラウドファンディングっていうのは、例えばプロジェクト4とかそういう、あれですよね、ウェブサイトがあって、そこでこういうのにお金が必要ですっていうのを、プロポーザルをすると、それに共鳴する人とかがお金を払ってくれるってことですよね。払ってくれるっていうか。寄付して、ご支援していただくという。なるほど。で、それに対して、私たちはリターンといって、お礼の品をお送りしたりとか。なるほど。つまり、ちょっと投資の一種のような、クラウドファンディングもあるわけですね。キックスターターとかそういう感じですよね。そうですね。ただ、皆さん本当にやっぱ応援したいって方が多くて、世界中の方が寄付してくださいました。なるほど。いや、素晴らしいです。そうですね。もうお金を集める方法も、もう本当にいろんな方法があるってことですね。そうですね。じゃあですね、次は8番目なんですけど、やっぱり練習がね、すごく必要だろうというのは、もう本当に見て、想像がつくんですけど、定期的な練習っていうのはもうやってらっしゃ、まず例えば通年のですね練習とかってあるのかっていうとどうなんでしょうか。これも多分国や町によって全然変わってくると思うんですけども、カナダやポーランドはだいたい週に1回2時間の練習を行ってまして、ただ高知に行くまではもうちょっと練習が必要になるので、週に2回だったり3回だったりとか、パレードの練習もするので屋外に出て練習もしたりします。なるほど。そうですか。ちなみにね、マレーシアみたいにあんまりグループじゃないんじゃないかと思うような人たちもいらっしゃいますけど、その人たちはどうやって練習するんですか？うちのチームの魅力っていうのは世界中から誰でも参加できるっていうところが魅力で、大体よさこい祭りっていうのはやっぱチームで参加するもんなんですけども、うちはその、見本のビデオを作りまして、それを世界中の子に送って、で、一人でもそのビデオを見ながら参加ができるっていうところが特徴なんですね。で、で、インストラクターが大体5名ぐらいいまして、で、ビデオを月に1回送ってもらって、で、その全員の踊りをチェックして、全部アドバイスをコメントでしまして、それは全部 Facebook 上で行うんですけども、なので今年は、そうなんですよ、今年は100名ぐらい参加するので、だいたい7月の末までに400本ぐらいのビデオをみんなで見て、1人ずつアドバイスをして、そこでみんなが違いとか間違いに気づいて直していくっていう作業をやってます。なるほど。つまりその、リーダーのビデオを見るだけじゃなくて、その、踊るダンサー全部も見ます。ビデオを録画してそれを送るわけですね。はい。ああ、なるほど。それはすごいですね。結構ハイテクですよね。それってかなり。そうですね。あとはなんかやっぱりその練習の動画を撮ってそれをそのまま送って、見ながら練習してもらったりとかもしてます。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。でここから90、11はちょっとその日本語教師の方がそれをどういうふうに取り入れることができるかっていうようなことなんですけど、その例えばカナダの大学とかでですね、その日本人との留学生との交流イベントとかって結構あるんですよね。今回も阿部真澄さんが今いらっしゃってますけど、そういう感じのところでよさこいを踊ったりするのは可能でしょうか？はい、もちろんです。私たちもやっぱりいろんなところでよさこいを通して国際交流がしたいって考えてますので、先月はトロント市からちょっと離れたところにあるハミルトンっていう市があるんですけども、そこの大学でよさこいのワークショップと、あとは演舞をさせていただいて、で、日本語を勉強してる子たちなんですけども、やっぱりその踊りを通して日本文化に触れると言葉がそこまでわからなくても、みんなで楽しむことができるので、これからもいろんなところで機会があればぜひワークショップや演舞をやらせていただけたらなと思ってます。なるほど、はい。それカールトン大学でしたっけ？それは別ですか？それはマックマスター大学って。マックマスターか。そうか。はい。あ、そうか。なんか確かカールトンにも前行ってらっしゃいました。マックマスターか。マックマスターに何回か行ってます。わかりました。ありがとうございます。じゃあそれはもう1回だけじゃなくて。はい。何回かお世話になってます。なるほど。わかりました。じゃあじゃあ次10番にも関わるんですけど、その、単発でね、例えば高校とかで、高校と大学の違いはそんなにあんまり気にし、深く別に区別してくださらなくてもいいんですけど、その、単発の授業で1回だけでよさこいを体験するっていうのはどうですかね？もう全然大丈夫です。前ハンガリーの時は、現地の高校で1日5時間、体育の授業でずっと教えてたんですけども、その全学年5時間ぶっ通しでよさこいをずっと教え続け、違う子たちに教えたりもしてたんですけど、1時間あれば十分できるので、どこでも、教えることは可能です。5時間というのは、じゃあ1人の学生にとって5時間じゃなくて、教える方は5時間。そうですね、私側が5時間。一緒のことを5回繰り返したってことです。わかりました。それでもじゃあ、結構それなりに踊れるようになる感じなんですか？そうですね。大体20分ぐらいで、成長よさこいの振りは入れられますので、そうですか。なんとなくみんなで踊って楽しく終われるっていう感じですかね。なるほどね。そうですか。じゃあ本当にもう単発でもよさこいっていうのは、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。じゃあですね、もし今ここに20人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？今、ちょっと待ってくださいね。今17人いらっしゃいます。でもこの多分録画を見る方はもっとたくさんの方がご覧になると思うんですけど、そういう方で、参加したいっていう方がいらっしゃったら、どういうふうにすればよろしいでしょうか？私の連絡先、もし後で載せさせていただけるなら、いつでもご連絡いただければ、例えば、うちの国際チーム、そうやってチームに入るってことですか？それともよさこいをどこかでされるってことですかね？それ両方含めて、まず、ご連絡いただければ、いくらでもご相談乗りますし、例えば、どこの国でも大体国際チーム、今年が18カ国なので、どこかしらにはかかってると思いますので、どこかの国で参加していただいたり、もちろんその国でよさこいが教えられるように何かサポートできることがあればと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみに高知県にはよさこいアンバサダーを派遣する本部みたいなのがあるんですか？よさこいアンバサダーは派遣はされないんですけども、よさこいマイスターというのが、その、海外によさこいチームがないところに派遣をするんですけども、ただ、県の中でこう、行く国が決まっていたりとか、順番が決まっていたりすることが多いので、ただ、だいたい今世界中によさこいアンバサダーが20名以上いるんですね。私が、そうなんです。私が初代の一人なので、20名もっといます。40名、50名ぐらいですかね。なので、多分その海外のよさこいアンバサダーに相談した方がもしかしたら早く動くことができるかもしれない。なるほど。はい。そのよさこいアンバサダーのリストとか、例えば高知県の県庁のウェブサイトとか見ると。はい、そうですね。どこに誰がいるかっていう名前までは出てくるかわからないんですけども、どこの国がっていうのは、はい、出てきます。なるほど。はい。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。はい。はい。じゃあですね、今ここまでで、とりあえず僕の質問は、最後まで来てるんですが、質問も今のところないみたいですね。チャットボックスも今ないみたいなので、それではですね、これから、ブレイクアウトに分かれていただいて、皆さんのご感想とか、あるいはその疑問とか思ったところをちょっと共有していただければと思います。今、ここでちょっと画面の共有を終わりますね。はい。でそうすると、はい。ですね、できれば、今、この中に、実際に踊ってらした連の方っていらっしゃるんでしたっけ？今一緒に踊ってる子が、2人います。ただ、1人は NP になってるので。NP になってる。わかりました。はい。1人は普通に名前出てます。そうですか。はい。いや、実はですね、部屋を分けるときに、その方は、例えば田中さんとその人が一緒になるよりは、バラバラになって別れた方がいいかなと思うんですけど。そうかもしれないですね。お名前を伺っていいですかね？もし。大丈夫ですか？私が言っちゃっても。加納愛香さんです。はい、加納さん、さっきいらした方ですね。はい。今いらっしゃいます？今います。わかりました。はい。じゃあ、加納さん、今お一人ってことです。いらっしゃいました。ごめんなさい、気がつかなくて。はい。はい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、加納さんと田中さんは少なくとも分かれて、入っていただくような感じで、これから、部屋を分けたいと思います。はい。ブレイクアウトルーム。はい。ちょっと待ってくださいね。今、17です。16人になったから。じゃあ、4部屋すればいいかな。はい。で、NP の人が、はい。はい、わかりました。はい。はい。じゃあ、今から部屋を作りますので、招待状が届いたら、ジョインもしくは参加を押してください。だいたい20分ぐらいでよろしくお願いします。はい。はい。はい19分測って。タイマーをセットしています。タイマーを19分に。今回は、すぐに皆さんが問題なくブレイクアウトルームに入られました。僕はこれから NP がいないところに入りたいと思います。それもあるけど、田中さんがいらっしゃるところで NP がなければ、ここにしましょう。はい。ブレイクアウトルームの2に入ります。はい。動画見たんですけど、すごく良かったです。ありがとうございます。涙出てきました、最後。ただ、私、メキシコなんですけど、はいはいはい。どうしたらいいのかな。そうですね、メキシコは今のところ確かチームがないので、もし、例えば、すみません、悦子先生でいらっしゃいますか？日本語教師の方ですか？はい。もし、例えば、授業の一環とかでされたいんでしたら、後でよかったら、ウェブサイトをお送りするんですけども、先ほどお話しした成長よさこい鳴子踊りっていう、その基礎になっている踊りのビデオとか、振りが入っているウェブサイトがありまして、例えばそれを見ながら、何人かで練習をして、学習者の方たちにそれを教えてみたりするのも、一つのやり方かなって思います。で、鳴子は、高知県が海外に支援をしてますので、ただ数に限りがあるんですけども、もしよろしければ私から、高知県に連絡をしても構いませんし、そこから鳴子の支援とかもしてもらえると思いますので。はい。ました。例えば、大学祭とかでみんなで踊ったりとか、そういう。そういうのも、ポーランドでも大学祭で踊ったりとか、あと日本祭りで踊ったりとかもずっとしてますので、で、その成長よさこ以外にも、著作権がなくて踊れる踊りっていうのも他にもありますので、成長の方だとちょっとこう、なんていうんですかね、ゆったりとした、割と振りも難しくない踊りなんですけども、もっとこう、なんていうんですかね、力強くて速い動きの踊りもございまして、例えば学生の子たちとかだと、ダンスができる子とかも中にはいると思うので、そういう子たちがこう先導して、もうちょっとこう、速いこう踊りとかをやってみるのも楽しいかなと思います。そうですよね。メキシコ人って踊りとか好きだから、いいなって思ったんですけど。どうしてよさこいだったんですか？もともとちょっと地元の名古屋でやってたんですけども、カナダに引っ越してきたのが12年前で、2年目ぐらいにちょっと自分自身がホームシックになってしまって、で、その時に、海外に広められる日本文化何かしてみたいなと思ったところに、よさこい踊る、チャンスが来まして、で、そこから自分でチームを立ち上げて、一番はやっぱり、母国の何か文化を広めたいというのと、言葉や、文化とか国の壁を越えてできるのがやっぱり踊りかなと思ってまして、日本語を勉強してない方でも、よさこいから興味が湧いて日本語を勉強し始めたりとか、と日本に実際に引っ越した方とかもいるので、それは踊りをするためにわざわざ日本に引っ越した感じですか？ですね、やっぱりよさこいが始まりで、そこから興味を持たれて、例えば日本語を勉強して、今だとポーランドだとワーキングホリデーの制度ができますので、あとは、引っ越しではないんですけど、例えば去年一緒に高知に行った子たちは、初めて行くのが、日本の初めてが高知だけしか行かなかった子もいたりとか、なんか私たちの中でその高知県っていうのがよさこいの聖地みたいに考えてまして、その聖地に行って本場のものを学びたいっていう気持ちで日本に行くために一生懸命アルバイトしたりしてる子も多いですね。なんかポーランドに行った時はやっぱりよさこいって知ってる方がほとんどいなくて、カナダだとワーキングホリデーの子たちがすごく多いので、日本人でやっぱよさこいやってる子が多いんですね。ただポーランドだとそういう子がいない中で一人で全部始めたんですけども、やっぱその見たことも聞いたこともないようなものを始めるって、最初はみんな半信半疑でこう、鳴子っていう道具を持つんですけど、これが鳴子で、こう、もう何かも分からず、無理やり持たされて踊らされたって感じだと思うんですね、最初は。ただ、やっぱり日本文化の独特な、みんなで心を合わせて一つのものをするっていう文化っていうのは日本独特だと思いますし、周りを見て息を合わせるとか、例えば北米だとやっぱり自分の個性を出すっていうことを伸ばす教育方針が多いと思うんですね。で、そういった中でやっぱり日本文化のみんなで同じことをする、それで心を通わせるっていうことをだんだん知ってってもらう。で、その中で私もポーランドの文化を学んだりとか、で、そういう国際交流ができるっていうのは、すごく魅力的だなって思ってます。ポーランドとカナダと学生たちのなんていうんですか、受け止め方とか反応とかは違いましたか？そうですね。ポーランドはすごく親日家の方が多くて、日本語を勉強したいって方もたくさんいらっしゃるので、私のチームに入ってる子たちはほとんど大学生の子が多いんですね。で、日本語を勉強してる子も多いので、やっぱり日本語だったり日本文化に慣れている子が多くて、で、カナダの場合だと、入ってくる子は割と社会人の子が多いので、日本の例えばゲームだったりアニメだったりが好きだったりとか、あと全く日本語勉強してない子も入ってきたりするんですけども、やっぱ日本って特別な国だと思ってくださる方が多いみたいで、何かしらのきっかけで来られて、こんな一緒に踊るの楽しいなっていうので続けてくれる方が多いですね。で、あとは、カナダの場合は日本人のメンバーも多いので、ワーキングホリデーで来た子たち。で、やっぱそういった子たちが1年っていう短い時間の中で、まあ、仕事とか語学とかがうまくいかなくても、こうよさこいをやってみんなでこう大きな舞台に立つっていう経験をこう日本に持って帰ってほしいなっていう気持ちがありまして、なんか海外生活の中で一個でも成功したって思いを持ってほしいなっていうのも目的でカナダではやってます。その後交流が続くとかいう感じにもなるんですかね。そうですね。なんか前はそのまあカナダとかポーランドだけでやっていたのが、今は国際チームができたので、こう年に1回世界中からみんなが集まる機会ができて、でその中で私もやっぱりポーランドのメンバーに会ったりとか、カナダからまあ日本に帰ってた子たち、あとはポーランドから日本に引っ越した子たちと再会できる場ができたっていうのは、私にとっても素晴らしいことだなと思います。じゃあ2019年ももうやっぱりリピーターみたいな感じで参加される方もいらっしゃる、はい、そうですね、はい、去年カナダで踊ってた子が今年は日本から参加だったりとか、はい、で、まあ、去年参加してくれた子とかまた他のお友達を連れていろんな国から参加してくれたりとか、はい、広がってます。すみません、私ばっかり喋ってますけど大丈夫ですか？はい。よさこいに参加をして、その後ちょっと日本にもうちょっといたいなっていう人たちもいるんですか？そうですね、はい、まあ、旅行として残られる方も多いですし、で例えば去年、まあ、高知に行ってからこう日本に住んでみたいということで、例えば引っ越しを、まあ、ワーキングホリデーだったりワークビザ取って日本に行きたいっていう子も出てきたりとか、はい、逆にその日本人の方が国際チームに参加することで海外に興味を持って、例えばポーランドに旅行に行く子は多いですね。みんなにもう一度会いたいっていうので、なんかそういう全く海外に今まで触れることがなかった子たちが英語を勉強しようとか、いろんな国に行ってみようって、そこで仲間に再会したいと思ってくれるようになったのはすごく嬉しいです。それは本当に大きな、日本にとっても大きな変化ですね。そうですね、はい。なかなかやっぱりいや素敵だなと思って、そういうそこからこう広がっていか、はい、なんかやっぱり高知県もその世界今年が18カ国なんですけど、やっぱそれだけの、ね、外国人、まあ、海外からそれだけ人が一気に集まることってなかなかないと思うんですよ。で、日本人の踊り子にとってもこういきなりこう何十カ国の人と話すことってないと思うので、今年は高知県でその地元の子どもたちと一緒に触れ合う交流イベントをしたりとか、やっぱりそのお世話になっている高知県の方たちに私たちも何かできるようにっていうイベントを考えたりしてます。例えば高知県の人たちをカナダに呼ぶとかですか？そういうこともできたらいいです。なんかいずれはやっぱりその高知の方たちのも海外に来てほしいなと思ってまして、で例えば助成金申し込んだりとか、まあ、いろいろ考えてはいるんですけど、なかなか、ね、難しい点もあって、でも私の夢は逆に海外でよさこい祭りを開いて、そこにまあ、高知県の人だったり日本中にいるよさこいが好きな方に海外に来てほしいなと思ってます。実はですね、僕10年ぐらい前にベトナムに住んでたんですけど、はい、ベトナムってすごいよさこいが、ベトナムすごいです、はい、ベトナムすごいです、はい、で本当にそのもう よさこいだけの祭りがあって、それでそこにその連がねいっぱい来るんですよね、はい、その子がやってるのが。なんかその高知県姉妹都市ですよね、確かベトナムのどこかの、そうかハノイがそうなのかな、もしかしたらちょっとわかんないけど、なんか多分どこかが姉妹都市で、地方都市かな、はい、でそれでお祭りがあった、でもどこだったか、インドネシアとかかもしれない、ベトナムかインドネシアか、でベトナムはでもよさこい祭りありますよね、すごく、はい、みんな力入れていて、はい、踊りもすごく上手です。トロントの隣のミシッサーガーでしたっけ？はいはい、あそこでなんか結構大きい日本祭りするじゃないですか。はい、あれとかっていうのはこういう踊り系のものはあるんですか？僕行ったことない。私が今のチームを立ち上げる前に桜舞トロントっていうチームを、友人と一緒に立ち上げたんですけども、そこのチームでミシサガの日本祭りには参加してます。そうなんですか、ね、はい、そうですね、カナダトロントの、まあ日系文化会館とか、あとは、まあ、いろんなお祭りで踊らせていただいたりとか、はい、で今年の夏はなんか高知県から野球チームがオタワに来るんですけども、そこのなんか交流戦でよさこい披露してほしいって依頼をいただいたりとか、はい、やっぱいろんな場で、あとポーランドだと、一度なんか安倍首相の奥様がいらっしゃった時に出演で踊らせていただいたりとか、はい、やっぱりこう華やかで元気がある踊りなので、こうみんなに、ね、元気を与えられるというか、こう笑顔にできる踊りだと思ってますので、そういういろんなセレモニーに呼ばれたりとか、ありがたい機会をたくさんいただいてます。あの動画見てた時に、日本語結構すごい上手な人たくさんいますよね。そうですね。どっちが先っていうのも変なんですけど、やっぱり日本語が好きだから入ってきて、で踊りも好きだから日本語も勉強しよう、で日本に行って踊りたいからやっぱり日本語も勉強したいっていうような、なんかモチベーションのこう、なんていうんですか、こうスパイラルアップじゃないけれども、多分もうみんなそれぞれだと思うんですけど、やっぱりそのコーチに行くまでっていうのは、なんとなく顔は見てるんですけど、ビデオとかで、実際にやっぱりこう実感がなかったと思うんですね。でもやっぱ行ってから隣で一緒に踊ってること、やっぱもっと話したいとか、で、そういう気持ち、やっぱ最後はみんなこう涙を流しながらこうハグをして、感動できたので、なんかその、もっと交流ができるように言葉を頑張りたいと思った子はたくさんいたと思います。あと一つだけ私ちょっと気になってたことがあるんですけど、鳴子を作ってくださって、いろんな手を使って、これ結構なんていうのかな、すごい手が凝ってて喜んでくれるといいなって言ってた。やっぱみんなすごい喜んでました？もう本当にこれちょっと特別な鳴子で、高知県の木が使われてるんですけども、構造が普通の鳴子とちょっと変わっていて、葉の息が大きいので音が大きくなるんですけども、本当にめったにこんな鳴子いただけないので、みんな宝物のように持って帰って、はい、とっても私も大事にしてます。はい、よかった。なんかみんな一緒にやっぱりもらえるかなとか、みんな本当に喜んでました。やっぱりその地元の大工の皆さんがご協力してくださったってことは本当に大きなことで、やっぱり海外から来る私たちだけではできないことなんですよね。やっぱり地元の皆さんがこう、ね、一緒に国際交流しようと思ってくださった気持ちが嬉しいですし、はい、実際にこういろいろ触れ合えて、私たちもこう踊りで恩返しをしたいなと思っていたので、笑顔でみんなで踊れてよかったと思います。ジェシカさんと松本さんは何かないですか？質問とか。いいですか？はい。すいません。ブラジルでよさこいの大会があるんですよ。で、今日系社会青年ボランティアっていうものもあるんですけど、そちらからよさこい隊員なんかも、2017年、8年続けてきてたりもするんです。はい。で当時、昨年まで私ブラジルで日本語教師として行ってたんですけど、はい、それまで私20年ぐらいよさこい踊ってたので、そうなんですか？はい、いろんなところ回ってよさこいのワークショップしたりとかもしてたんですね。ただなかなかよさこいってみんなで踊るものなので、1人でワークショップするにもちょっと限界があって、そこから先に続かない、私がいるから踊ってくれるけど、その後、ああよさこい楽しかった、でもえみ先生いなくなったからもうできないみたいな形になって、ちょっと寂しいな。で、やっぱりチームによってそれぞれ踊り方とかも違ってくるので、歴代よさこい隊員が入ってきても、人によってどんどん変わってくるんですね。ので、なんかアンバサダーさんみたいな形でバンとやってるのってとてもすごいなって思ったんですけど、そこまでなられるには、テレビの中でお声かけいただいたっていうふうな形だったんですけど、なりたいですみたいな方はいらっしゃらないんですか？よさこいアンバサダーですか？はい、我こそは海外に住むアンバサダーになりたいです。なんかそのよさこいアンバサダーは海外にあるよさこいチームの活動を高知県が調べたりとかして、だいたいそのエリアによって年によって変わるんですけども、私がなった2016年はヨーロッパのエリアで、で、去年は北米、南米だったので、ブラジルの方も確かよさこいアンバサダーに1人、3人くらいですかね、選ばれた方がいらっしゃって、で、今年がまたヨーロッパに戻るんですけども、アンバサダーは県がチームを選んで、その中のチームの中から、最大3名まで自分たちで選ぶことができるんですね。で、私の時は、自分が代表だったので私と、でもう一人一緒に代表を務めていた日本人の子と、あとはポーランド人で、立ち上げからずっと一緒に頑張ってくれている子を連れて行って3人でこっちに行きました。で、飲んだ時は招待していただけるので、ただ、よさこいマイスターっていうのがあるんですけども、それは、外国人の方関係なく、外国に住んでいる方関係なく、毎年募集がかかるんですかね。で、それで、いくつか条件があるんですけども、例えばよさこいを10年以上されてるとか、英語ができた方がいいとか、チームをこう、運営した経験があるとか、それをクリアすれば自分から申し込むことができるんですね。で、私は2016年からそれを登録させていただいていて、で、例えば鳴子の寄付をお願いしたりとか、私は海外に派遣されたことはないんですけども、他のマイスターの方が例えば香港とかに行かれて、よさこいの、成長よさこい鳴子踊りを教えられたりとかはしてたみたいですね。はい、すごいですね。すいません、ありがとうございます。はい、でもやっぱ一人で教えるのって、やっぱすごく、私もハンガリーでずっと一人で教えてたんですけども、でもなんかみんなでそこでやっぱり楽しく終わってしまうのを続けるのはどうしたらいいのかなってすごい考えていたときに、チームを立ち上げようと思いまして、で、ハンガリーでチームを立ち上げたときは、よさこい経験がある日本人の留学生の子が、ご連絡をくださって、で、その子に引き継いで、で、今はその子も日本に帰ってしまったので、ブダペストの大学生の子たちが、チームの代表をしていて、で、自分たちで、地元の子たちが今チームをやってます。すごい。ただやっぱり全部自分たちでやってもらうのは大変だと思うんで、私も、今でも相談があればすぐ、話し合ったりもしますし、最初のやっぱり1年ぐらいはサポートをして、例えばこの曲が使えるとか、鳴子の寄付を集めたりとか、できる限りのサポートはするようにしてます。はい。はい。ジェシカさんは大丈夫？あ、声が入ってないの？聞こえないのね。今ね、ちょっとマイクが入ってないみたいです。あ、聞こえない。まだ聞こえません。あれ、ごめんなさい。ちょっと聞こえないですね。そっか、じゃあね、後でチャットボックスに質問してくれたら、質問しますからね。はい。はい。もうあと、1分なので、それじゃあちょっと、ここで一旦僕はメインルームの方に戻ります。皆さん、あと1分ほどありますから、ご歓談をお付けください。はい。はい松本先生はどこでよさこいされてたんですか？兵庫県でずっと踊ってたんですけど、野津さんお帰りなさい。今、もしかして自動的に切れちゃいました？あれ？あれ、終わっちゃったの？まだ1分あるつもりだったんだけど。すいません。これ自動的に終わっちゃいましたか？あ、みんな帰ってきてしまった。今ね、皆さんマイクがミュートになっております。すいません。今皆さん自分でも、はい。メインセッションに戻ります。出たんです。あ、はいはいはい。じゃあそれをして戻ってきた。それをして戻ってきた。分かった。はいはい。分かった。時々ね、強制的になんかね、戻ってきちゃうことあるんですけど、じゃあ今回はそうではなかったということで。はい。はい。すみません。NP の方は、マイクじゃなくて、カメラをミュートのままでお願いします。はい。田中さんいらっしゃるんですね。バンクーバーの。ごめんなさい。バンクーバー。はいはい。ありがとうございます。はい。もう、じゃあ、話し合い終わったのかな？今16人ですね。これで全員もう部屋に残ってる方はいらっしゃらないですね。はい。わかりました。じゃあですね、今、僕のところが、僕がっていうかですね、僕がルーム2っていうところにいて、田中由美子さんからまたいろいろ話を聞くことができました。それからルーム4は、狩野さんがいらしたので、話聞けたこと人もいらっしゃると思うんですけど、直接ですね、ルーム1とか3で、特にその、まあ、他の部屋でもいいですけど、特にルーム1とか3の人で何かこれ聞きたいっていう人がいらっしゃったら、まずそちらからちょっと質疑応答に入りさせていただければと思うんですけど、星さん、手挙げてます？あ、誰だ？はい、じゃあ星さんどうぞ。はい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 。私たちのグループは3点質問があって、はい、まあ具体的なところから言うと、はい、よさこいの講師の方にもし来てもらいたいとしたら、何が揃えば来ていただけるのか、例えば、まあ、謝礼とかいろんなことがあると思うんですけど、場所はとか、それが一つ、それから2つ目は、こういうアクティビティというか、まあ、みんなをまとめていて、どんな問題があるのか、まあ、たくさん問題があると思いますけれども、大きな問題があれば、それを教えていただきたいということと、まあ、最後は、その何百人っていう、人間をまとめる、いろいろな国の人たちをまとめる情熱はどこから来ているのかというはい。まず最初の質問があれですよね。講師の方を呼ぶにはですよね。そうですね。私このまま答えちゃって大丈夫ですか？あ、もちろんです。あと、まあ、もし愛花さんも何かあればですけど、まず田中さんから、はい、お願いします。そうですね。その、まあ、例えば私がどこかに行って。よさこいのワークショップをさせていただくっていう時は、基本的には、別にボランティアでしてることなんで、謝礼とかお願いしないんですけども、できれば交通費を出していただけたらなとは思います。で、もし謝礼をいただいたら、謝礼は、国際チームだったり、カナダのよさこいチームの運営費とさせていただきたいので、いただけたらとてもありがたいんですけども、で他に特に用意することは、そうですね、プロジェクターとスピーカーがあれば一番ありがたくて、でもなくても自分で用意できるので、私自身となる子さえあれば、あと音楽があればどこでも行けますので、特に他のよさこいやってる方も準備するものは特にないと思います。はい。でもカナダの場合、やっぱり冬とかはやっぱりあれですよね、会場とかないと無理ですよね。あ、そうですね、屋外だとちょっと大変になってくるので、まあ、夏場とか春だったら外でもいいんですけども、その場合、許可が必要になってきますので、やっぱりそこら辺でできるものでもないので、カナダだと結構許可が取るのが厳しいので、学校内とかだとありがたいですね。はい。で、その情熱はっていうのは2番目でしたっけ？2番目は何でしたっけ？あ、それ3番目。みんなをまとめる問題ですよね。今、そうですね、問題は本当に山のようにあって、毎日のように問題があるんですけども、まあ、一番大きなのは文化だったり、言語だったり、みんなやっぱり考え方が違うので、自分が日本人なので、それが正しいと思うことはもうすでにやめていって、それぞれがあって当たり前ですし、自分が学ぶこともすごく多いです。で、そういう文化の差とか、考え方の違いを学んでいくのも国際チームの、醍醐味の一つというか、それを楽しんでやっていこうというのは言ってまして、でも個人的に一番大変なのは時差ですかね。18カ国いるんで、だいたい24時間ずっと連絡が来るんですね。で、なのであんまり寝れる時間がないっていうのが一番しんどいですかね。はい。で、情熱はそうですね、自分が人生の中でいろいろ辛いことがあった時とかに助けてくれたのが、よさこいだったり、よさこいを通して出会った仲間だったりしたので、そういった私に人生の喜びを与えてくれたものにやっぱり恩返しをしたいという気持ちがありまして、で、まあ、踊り子の子たち一人に恩返しをするというよりも、みんなが本場のよさこいを学んで、それを国に持って帰って、さらにいろんな子たちに人生の喜びを伝えていってもらう。で、それで日本っていう母国が広がるっていうことが自分の中の人生の目標であるんですね。なので、それが多分情熱の、元手でしてね。よさこいが大好きっていうよりも、日本の母国の文化を伝えたいって、それでよさこい、自分が好きで踊っているよさこいと、伝えやすさがすごく、マッチして、よさこいを世界で広げようって思いました。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、チャットボックスの方にちょっと質問が2つ来てますので、はい、1つ目は、高知の、皆さんの宿泊先はどんな感じなんですかね。はい、多分この質問くださった方はよさこいのことを知ってる方だと思うんですけども、あ、そうですか、はい、多分そうだと思います。高知県は、だいたい200チームぐらいよさこいのチームが参加するんですけども、だいたい100名ぐらいの踊り子がいるので、だいたい2万人ぐらいの踊り子が夏に来てしまうんですね。で、全く宿が足りない状態で、それが大きな問題なんですね。で、去年は私たちは地元の方にご協力をいただいて、ホームステイをさせていただきまして、はい、例えば、一軒家丸ごと貸していただいて、そこに10人で泊まったりとか、今年は、いの町という高知県の、いの町ってとこがあるんですけども、そこの、町の方たちがご協力してくださって、スポーツセンターみたいなところで合宿をする予定になっています。でもやっぱり宿を見つけるのが本当に難しいので、そこは県の方に相談して、ちょっとご紹介していただいたりとか、あとホームステイも引き続きお願いしてます。はい。じゃあそういう手配とかもすごい大変ですよね、事務的な作業とかも。そうですね、やっぱりその手配とやっぱ踊り子がどれだけ集まるかって分からないと何も動けないので、多分通常のよさこいチームっていうのはだいたい4月5月から踊り子を募集するんですけども、私たちはもう1月から募集してまして、でもう3月でもう募集終わってるんですね。そのぐらい見込みがないとやっぱり何事も動かせないぐらいの費用がかかるので、はい、そこは慎重に前もってだいたい1年中ずっと活動してる感じですかね。じゃあ計画性とかもすごい必要になってくるわけですね。そうですね、だんだん学んできたって感じですね、私たちが。はい、ちなみに質問した方はその伊野町の出身だそうです。どの方ですか？すごい、伊野町の方なんで嬉しい。あとですね、バンクーバーにお住まいの方がトロントから西の方にいらっしゃるときにご連絡いただくことは可能でしょうかというのが。はい、行く機会があれば、ぜひよさこい広めたいのでご連絡させてください。はい、ぜひ踊れたらと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにこの質問されている安部さんも留学生との交流とかをすごく熱心にされているんですね。そうなんですね。はい。はい。で今のところここまで、で質問なんですけど、どなたか手を挙げていただければまだ時間ございますので、もしです NP の方はチャットに書いていただいたら僕それを質問してもいいです。今安部さん手を挙げました。はい、挙げました。どうぞ。はいはいはい、聞こえますよ。トロントから学生さんが高知に行って費用ですよね、泊まったり、はい、旅費なんかでだいたいいくらぐらいの予算だったんでしょうか。予算というか、費用がかかる。今年でいうと、だいたい飛行機のチケットが10万円ぐらいで、で、宿は、割とスポーツセンター、安いところを抑えさせていただいているので、1泊6,000円ぐらい。でもだいたい1週間滞在するんですね。お祭り自体が、私たちが踊るのはだいたい3日間ですので、で、リハーサルがだいたい3日間。全部で、7泊ぐらいを、毎年してます。で、宿が1泊6,000円で、参加費が、去年が38,500円で、今年はちょっと値段が上がって5万円なんですけども、あとは、そうですね、食費だったりとか、はい。なので、そうですね、ご旅行される方が多いですね、終わってから。はい、あとは英語の教師されてる方とか、日本にワーキングホリデーに行かれてる外国人の方で参加する方も多いですね。はい、ありがとうございます。はい、あとさっき道具のことでちょっと講師が持っていく道具じゃなくて、皆さんが使う道具なんですけども、例えば学習者の方たちに、よさこいを教えるにあたって、鳴子がやっぱり必要になるので、鳴子がなくても教えられる曲もあるんですけども、鳴子使わなくても教えられるんですけども、例えば高知県に相談して、小学校とかで使った子どもたちの鳴子を寄付していただいたりとか、あとはダイソーで鳴子が売っているんですね。それを一番安いので、あとはネットショッピングとかだと安くて200円ぐらいで売ってるので、それは本格的な鳴子ではないんですけども、ちょっと始めるにあたって入り口として使うには問題がないので、そういったものを買ったりしてますね。はい。あと衣装代。衣装代はって質問が出てるんですけども、はいはい、衣装代は、参加費の中に入ってまして、だいたいその去年だと 38,500 円の中で衣装代が 18,500 円ぐらいですかね。今これ、この頭についてるやつは、これはポーランドの子たちが手作業で作ってくれたお花の冠なんですけども、あとこういうベストにポーランドの花柄がついてまして、あと着物のものと、あと下は袴を履いてるんですけども、この一式は、参加費の中に入ってます。で、それは、終わってから、で、うちのチームの特徴としては、曲とか振りとか衣装とかを全部国に帰ってからも使っていただくっていう、著作権がない状態にして、まあ、著作権はあるんですけども、海外から参加の方には、踊ってもらえるっていう許可を出してますので、それを参加したことで、まあ、誰かがその国に持って帰って、その国の地元のチームで踊ってもらうっていうのも一つの、プロジェクトの、なんですかね、目的の一つというか、はい、それで自分たちの曲ができるっていうのは、いいことだと思います。はい。ちなみにその成長よさこいの、はい、音楽とかもその音源は使えるのがあったりするんですか？ありますあります。なるほど。はい、あとでももしよさこいのページがあるんで、それをでも栃木県に相談したら多分いろいろとかな。ここのウェブサイトからフリーのビデオとかフリーとか、はい、あと音楽もダウンロードできるようになってますので、はい。今あれですね、チャットボックスに書いていただきましたので、皆さんご覧ください、チャットボックスの方ね。はい。他にご質問とかある方、まだ一人か二人、まあ一人ぐらいかな、最後の一人ということで、じゃあ、ご質問の方、挙手していただければと思います。NP の方はチャットボックスに書いていただいても結構です。ちなみに先ほど衣装代という質問をされた方は、あれですね、演劇で、このオンライン講演会の第2回のゲスト講師してくださった。あとはなんか自分がポーランドにいたときは自分で衣装を作りました。発表を縫ったりとか、そういうのも多分できると思います。そんなに難しいことではないので。はい、じゃあもし質問なければもう、最後にですね、こちらの方で、次のご案内などをさせていただきたいと思います。はい。ですね、次のというか、まずアンケートですね。はい。今ちょっとアンケートの、リンクをチャットボックスに今ペーストしましたので、本日の、オンライン講演会についてのアンケート、もう本当に簡単ですので、ご記入いただければとよろしくお願いいたします。はい。で、次回は、ですね、トロントの、小室李育子先生がですね、漢字圏の日本語学習者についての、本をご出版されたんですね。本のタイトルが中国語母語話者のための漢字語彙研究、母語知識を生かした教育を目指してという、本が4月11日に出版されました。で、まあ、この本限定ではないんですが、やっぱり漢字圏とそうでない、日本語学習者についてはやっぱりちょっと同じようには対応できないところもありますので、その辺をメインにお話を伺いたいというふうに、思っております。ただ講演会の正式なタイトルと日時はまだすみません、今のところ決まっておりません。はい。他にはご質問今ありませんかね。はい。ないかな。はい。それでは、最後にですね、チェックアウトとして、本当はですね、一人一人に、感想を伺いたいんですが、ちょっと、それも難しいので、チャットボックスに、ご感想を一言、ご記入いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。チャットボックス、すみません、さっき申し上げましたけど、ちょっとですね、ポップアップして画面に出てしまうので、個人情報は書かれないようにお願いします。この画面が録画中ですので、はい。あ、と思ったけども、ここで録画を、じゃあ、ここまでで録画をさせていただき、終了させていただきたいと思います。そしたら別に個人的なことも書けますからね。はい、ではこれで録画を終了させていただきます。ご視聴してくださった皆様もありがとうございました。その録画もありがとうございました。はい、ありがとうございました。